レベルデザイン、環境デザイン、またはゲームマッピングはビデオゲームのレベルの作成に関するゲーム開発の分野である。これは一般にレベルを構築するために設計されたゲーム開発ソフトウェアであるレベルエディタを使用して行われる。レベル編集ツールが組み込まれているゲームもある。レベルデザインは芸術的で技術的なプロセスである。ビデオゲームの初期の頃は 一人のプログラマーがゲームのマップとレイアウトを作成し、レベルデザインの専門分野や専門職は存在しなかった。初期のゲームではしばしばストーリーの進行に従って難易度が上がる、レベルシステムを特色とした。エリアをデザインするのにかなりの時間を必要とした、最初のゲームジャンルはマットといったテキストベースのゲームだった。多くの場合、昇進したユーザーが、 新しい通路、部屋、機器、及びアクションの作成を担当し、作成にはゲームインターフェース自体を使用した。1983年代のロードランナーは、レベルエディタが付属した最初のタイトルの一つであり、噂によるとそのデザイナーであるダグラス・イースミスは、近所の子供たちにお金を払って、レベルデザインをさせていた。同年、マルチプレイヤーダンジョンクロールの、 ダンディがリリースされ、マニュアルに記載されているレベルエディタも付属した。ZZT はユーザーが利用できるマッピングとスクリプトを備えた後年のゲームである。Doom と Doom2 はゲーム改造に焦点を当てた最初の人気のあるゲームのうちの二つであり、それらのために多くの Watt レベルファイルが作られた。その理由の一つは、レベルファイルとゲームエンジン自体が明確に、 分離されていることだった。ハーフライフ、クエークさんをはじめとする多くのゲームは際立ったマッピングツールを備え、ユーザー制作コンテンツのコミュニティがあった。ウォース2100のレベルエディタ現代のゲームにおける各レベルのレベルデザインは、通常、コンセプトアート、スケッチ、レンダリング、そして物理モデルから始まる。その後、これらのコンセプトは通常レベルエディタを活用して、 詳細なドキュメント、環境モデリング及びゲームの具体的なエンティティの配置となる。レベルエディタは時には市販の 3D モデリングソフトウェアに匹敵する完全なスタンドアロンパッケージとして配布されることがある。マップの設計には様々なステップがあり、これらのステップは今日存在する様々なゲームジャンルによって劇的に異なる場合がある。一般的な手順は次のようになる。 ゲームの最初のレベルは通常プレイヤーがゲームメカニクスを探るようデザインされており、特にスーパーマリオブラザーズのワールド1から1が該当する。カットシーンはレベルのイベントによって引き起こされるかもしれないが、明らかに異なるスキルを必要とし、異なる人、またはチームによって作成されるだろう。所望の結果を達成するまでにレベル設計プロセスは数回繰り返されるかもしれない。 レベルデザイナーやコンセプトアーティストはまたプレイヤーのためにプリレンダリングされたレベルのマップを提供することを求められるかもしれない。レベルデザイナーが避けるよう努める多くのマップバグがあるが時にはしばらくの間気づかれないままになる。プレイヤーは逃げることも死ぬこともできずにマップの地形にはまり込んでしまうかもしれない。 プレイヤーは簡単に倒すことができるモンスターが絶えず出現する場所を見つけ移動しなくても経験値を獲得できるかもしれない。マルチプレイヤーマップではプレイヤーはアクセスできないように設計されたマップの領域にたどり着くかもしれない。例えば有利な屋上から他のプレイヤーをキャンピングする行為である。最悪の場合、あるプレイヤーが他のプレイヤーの手の届かない。 マップの範囲外に落ちるかもしれない。見えない壁はレベルデザインのバグとして挙げられ、それは以前のバージョンのレベルから残されたジオメトリかオブジェクトに適切に揃うように取り付けられなかったコリジョンボックスかもしれない。場合によってはレベルの外に落ちたり移動不能になる領域に到達するなどの問題を自動的に検出するマッピングツールを設計することができる。 用心深いレベルデザイナーは、レベルの新しいバージョンをリリースする前の最後の、ステップとして、これらのツールを実行する。ほとんどの場合、マップを改良する最善の方法は、経験豊富なプレイヤーとプレイテストを行い、問題を悪用しようとすることである。レベルデザイナーは、レベルエディタと他のツールを使用して、環境とシナリオを作成する、ゲームデザイナーである。レベルデザイナーは通常、 プリプロダクションから完成までのレベルに取り組み、未完成のゲームも完成したゲームも扱う。ビデオゲームプログラマーは通常、デザイナーが使用するためのレベルエディタとデザインツールを作成する。これにより、デザイナーがゲームコードにアクセスしたり変更したりする必要がなくなる。時に、コミュニティで利用できるレベル編集ツールとは、対照的に、レベルデザイナーは、 必要なアートワークがゲームアーティストによって作成される前にレベルの一貫性と明確なレイアウトを目指してプレースホルダーとプロトタイプを使用して作業する。近年ビジュアル構造及びゲームプレイ関連作業の責務は複数の専門家の間でますます分業が進んでいるが多くのレベルデザイナーはビジュアルアーティストとしてのスキルもゲームデザイナーとしてのスキルも備えている。 ザバトル4エズノス用マップエディタの例。レベルデザインは主に2つの目的に不可欠であり、1つはプレイヤーにゴールを与えること、もう1つは楽しいプレイ体験を与えることである。優れたレベルデザインは質の高いゲームプレイを生み出し、臨場感のある体験を提供し、そして特にストーリーベースのゲームではストーリーを進めることを目指す。 没入型のプレイヤー体験を生み出すためにはテクスチャとオーディオを利用する熟練した能力が必要である。マップのデザインはゲームプレイに大きな影響を与える。例えばゲームプレイはプラットフォーマーにもまたはパズルゲームにもなる。FPS マップには長いツールを含まないことで狙撃を防ぐように設計されているものもあるが、 一方で狙撃と接近戦の組み合わせが可能になるマップもある。ギミックマップは狙撃や殴り合いなどゲームプレイの特に選ばれたフィーチャーを探求するために作成されることがある。これらはレベルデザイナーにとっては簡単に効果的で経験豊富なプレイヤーにとっては興味深いがリプレイ価値が限られているため通常はゲームのレベルの最終リストには含まれていない。 レベルは一般にゲームの流れを制御することを念頭に置いて構成されており、プレイヤーをレベルのゴールに導き、混乱したり何もしないで過ごすことがないようにする。これは様々な手段によって達成することができる。多くの場合、レベルレイアウトはパワーアップと経路上のアイテム、そしてそれらを集めると必然的にゲームと物語が進行することの組み合わせを考慮する。これは、 基本的なプレイヤー管理技術の一つで、プラットフォーマーでよく見られる。プレイヤーを迷わせず正しい経路に導くため、照明やイルミネーション、はっきり色付けされたオブジェクトがしばしば用いられる。同様にはっきりとマークされたチョークポイントを取り入れることもできる。もう一つの方法は、障害物や見た目のふさわしい環境的な小道具を戦略的に配置することである。 これによって、プレイヤーの注意を明確な道筋に向けさせる。これは閉じた、詰まった環境でよく使われる。レベルはプレイヤーがマップを探索して前進することを強制するように設計されているかもしれない。ほとんどの RTS のマップは各プレイヤーに開始地点となる拠点を与えるが、プレイヤーを彼らの拠点から引き離して、 お互いに交戦するように設計されたリソース配分と地理的特徴を持つ。適切に設計されていない場合、チームプレイマップは、あるチームが他のチームよりもずっと有利になる。レベルデザイナーは時として、気づいたりたどり着くのに労力を必要とする隠し部屋やエリアを作成する。そこでは、通常、弾薬や、 パワーアップなどの追加の報酬が得られる。カジュアルプレイヤーは通常これらを発見しないが、こういったエリアは面白いので熱心なゲーマーによって発見され記録される。時には、それらはイースターエッグとして機能し、レベルデザイナーの名前や絵などのメッセージ、あるいは政治的、またはユーモラスなメッセージを含んでいる。隠し機能を売り物とし、 3D エンジンを搭載した最初のゲームの一つはウルフェンシュタイン 3D で隠し通路を開くために特定の壁を押すことができた。他にもクエークにはプレイヤーが弾薬、武器、クワットダメージといったパワーアップを得られる多くの秘密のエリアがある。そしてある到達の困難な秘密のエリアでドープフィッシュが現れる。実際、ナイトメアと名付けられた。 最も難しいレベルは4次元のエントランスホールにある秘密のポータルを通してしか到達できない。時としてレベル全体が秘密のレベルとして設計されることもある。レベルデザインには様々なツールを用いることがある。汎用のマルチメディア作成ツールを使用してモデルやテクスチャをデザインする方がより早いがゲームでは通常ゲームエンジンに適した独自フォーマットの データを必要とする。このために、モデル、テクスチャ、およびオーディオデータの特別なコンパイラおよびコンバータが、レベルを設計するために必要となることがある。3DS Max、Blender、AutoCAD、LightWave、Maya、Softimitch XC、Grom を、通常特定のゲーム用に開発された特別な、プラグインでカスタマイズして、使用することもある。Oxland 2004 ピアニッシモ、二21から22、126ベッツ2004、P107、ブラスウェイト、シュライバー2009年、5ページ ABCD シャーラニー2006、パートアイハット ABCDEF、ブレシンスキー、ザ・アートサイエンス・オブ・レベル・デザイン。2002年12月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年3月29日閲覧。ベイツ2004。 P162、数年前、レベルデザイナーポジションは存在しませんでした。今や多くのチームにとって、重要なポジションになりました。ABC シャーラニー2006、パート3ハット、ロードランナーコンテスト、コンピューターゲーミングワールド、22、ロックエロード。イグン、2009年12月18日時点の、オリジナルよりアーカイブ。2010年3月29日閲覧。 ダンディー。あたりマニア。サイトウェブテンプレートでは、アクセスデート、イコール引数が必須です。ZZT。エブリシングに、2010年3月29日閲覧。ベイツ2004。P107 から110オックスランド2004。ピアニッシも、132から135ハット。オックスランド2004。ピアニッシも、128から130。オックスランド2004。 p139 パリッシュ、ジェレミー、ラーニングスルーレベル、デザインウィズマリオ、一 up.com。サイトウェブテンプレートでは、アクセスデート、イコール引数が必須です。レビー、ルイス、ノバーク、ジニー、ゲームデベロップメントエッセンシャルズ。 ゲーム QA& テスティングセンゲージラーニング P84ISBN14 億3543万 9473https コロンスラッシュスラッシュ books.google.com ス,スラッシュ b o o k i d ルブジクレスユカクック &DQ= イ,インビジブル・オール・ゲームソース =GBS ナブリンクス S2014 年11月18日閲覧 ベイツ2004、ピアニッシモ、117から118エビームーア、ノバーク2010、P76 ベイツ2004、P118 エビベイツ2004、ピアニッシモ、111から112ベイツ2004、ピアニッシモ、116、ブラスウェイト、シュライバー2009年、P48 ベイツ2004、P108 ベイツ2004、 ピアニッシモ、113から 114ABC シャーラニー2006パート2ありがとうございます。